僕のはさみあらどこへ行った私の作る絵本はうさぎや猫やお化けなどいろんなものが主人公になりますが人間の子供を描くと自分の子供や孫がモデルになりやすいことは確かです娘は私はモデルにされて迷惑したからうちの子を使ったら承知しないよとブレーキをかけます、うん でも今度のモデルは何を隠そう私自身なのですいつも使っているハサミをなくし散々探してあげく仕方なく新しいハサミを買ってきて今度こそなくさないよう引き出しの奥へしまおうとしたらハサミがひょっこり出てきたのです探し物ってこんなものなのですね背中へいこう僕のハサミ。うん 僕はハサミが大好きさあ何切ろうチョキ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 尻尾を切っちゃ嫌だよ私を切らないで切らないで切っちゃ嫌ヒゲを切らないであらあらダメよ、うん、<laughs> そこでママに折り紙を買ってもらった わあ、面白い。チョキチョキチョキ。ところが今朝、ハサミがなくなっちゃった。いくら探しても見つからない。あっちこっち探したのに。わあ、大変だ。大事なハサミがなくなっちゃったよ。ハサミのことならカニさんに聞いたらいいわ。 カニさん、ハサミ見なかったえー、ハサミなくしたのわかわいそう <laughs> 前に僕のハサミが取れたときとっても痛かったよえっ、ー、うよ僕のは買ってもらったハサミさでもとっても大事なんだカニさんと一緒にホーボを探したみんなも探してくれたけどなかったああ それでも見つからなくてママが新しいハサミを買ってくれた今度は大事にするのよわーいありがとう万歳今度こそなくさないようにどこへしまおうか引き出しの一番奥へしまおうああったあったなくしたハサミが引き出しの一番奥から出てきたさあどうしようハサミが二つになっちゃった うん、僕もハサミが2つでカニさんみたいあそうだ1つはハサミの取れたカニさんに貸してあげようママにポスターを書いてもらおう、うん、ハサミの取れたカ,カ,ニさんへカニさんに貸してあげます僕はもう1つのハサミを使うから大丈夫